今日はメイクしてない。すっぴんです。にゃこさん、パチパチありがとうございます。やすさとる岡田さんもハートありがとうございます。ダブルワイさん、ハートありがとうございます。ひなこは美人さんです。全然そんなことないです。ひらっぴさん、バラありがとうございます。やっほー。メシーさん、結婚してありがとうございます。結婚はちょっとまだ早いです。明日はお話し会ですよ。お話し会。セイラチゴさん、花火ありがとうございます。明日お話し会してから俺が坂があります。実家には帰った。実家帰ったよ。あやちゃん、パチパチありがとうございます。お話し会とオルガン坂です。オルガン坂じゃなくて、お話し会を朝してからオルガン坂に向かいます。そうなので移動してっていう感じになりますね。結構時間、うん、明日の眼坂見てね。観覧もできるので、ぜひ時間があれば。お話し会楽しみにしてね。私も楽しみ。お話し会楽しみ。ひらっぴさん、ありがとうございます。今月たくさんお話ししてて。そうだよね、今月オンライン話し会結構多かったよね。そんなことない？多いよね。カナ行きたい、頑張る。カナって言ってね。こんにちは。3回、多いね。でも3回でも全然多いよ。だからたくさん話せて。12月は4回だって。すごっ、4回もあるらしいよ12月。クリスマスとかも早く冬になってほしい。でもね、あとね、20回日曜日が来たらクリスマスらしい。マー君、タコありがとうございます。3回幹部賞って何？読み方合ってる？光高さん、タコありがとうございます。そうか、そう、なんかね、 TikTok 見てたらね、結構流れてくるよ。あと20回日曜日来たらみたいな。直接話し会はね、今のとこね、まだないですね。あ、解禁賞ってなんだ。解禁賞ってなんだ。結構幹部賞自信あったのにな。
休まず勤務し続けること。え、すごい、それはすごい、頑張ったね、えらい。 STU48 今日は広島で直接いいね、やっぱり直接は。スピン、解禁書、明日のネオルガン坂はね、いろんな方に挑戦するの。八重垣神社さんも行きました。土曜日の坂上公園ですね。やった、楽しみ、待ってるよ。坂上公園結構久しぶりな気がする。7月いつだろうな、1ヶ月くらい出てなかったかも。だから起こさないと。しかもね、セリもね復活したらしいので、セリ久しぶりだからね。セリ皆さん、明日は中西会でインスタライブするんですよ。10時半って言ってたの。そう、休校があんまりなかったか。セリ使うとどんな感じね、楽しみだよね、それが。ステージ広くはなってないよ。あと8月28日はアットジャムに出演させていただきます。楽しみ、アットジャム横浜アリーナですよ。しーちゃんと先会えてないですね。でも会おうっていう連絡はしたんですけどね、会えてはないですね、まだ。好き、ハワーだって。やった、プリプリのお顔ですね。本当ですか、爪可愛いでしょ。じゃーん、あったじゃん、チケット取った、だって。やったー、アップジャム楽しみ。私も久しぶりにイベントな気がする。ぜひ来てください。今日は青汁、いや、いつもねお風呂上がりにね飲んでるの。そうだから、お風呂上がり飲むよん。9月はサマーセッションがありますね。あやちゃん、パチパチありがとうございます。そう、あのね、私来週かな、明日からね結構忙しいんですよね。予定がすっごく詰め詰めです。前帰ってた漢方、そう、漢方飲んでる。なんか肌にいいらしい。そう、サマーセッションこれからなんですよ。逆上がり声も頑張る、ひななさんの生誕祭だよ。そういえば昨日ひななさんに会ったな。相変わらず元気あった。
そう、毎日予定があるから。8月だっけ今。8月は毎日予定ある、これから。明日から、詰め詰め詰め。坂上公園初めてじゃないよ、もう結構出てるよ。5回ぐらい出てるんじゃないかな。今日ね、まだね、クッキーしか食べられてない。なんかお腹、最近めっちゃね食べてたから、美味しいものをね、島根帰った時とかだからね、なんかすっごいお腹いっぱいだ。でも食べてたんだけど、だからなんか今ね、今になってすごいあんまり食欲がなくなってきた。そう、目の赤いの治ったよ。目薬さしてる何回か。お腹すかない、うん、今あんまり空いてないね。不思議だよね、なんかこんなクッキー1枚食べた、抹茶の。ゆうやさん、かわいい、ありがとうございます。え、切れてる？見えてる？一回止まった？よかった。明日10時半からやると思う、夜のインスタライブの中にしか。お腹すかないの？坂上公園、ユーナとバチションかぶってんのは悲しいから、ユーナに別バチ。そう、かぶってんのよ、一緒に出たいのよね。あさって劇場行きます、だって待ってます。誰のインスタライブ、いや多分ね、普通にみんな、どれ4人でするから、誰でも見える。だからコラボするってことは、一つの端末じゃなくてね。あと明日はね、オルガン坂のお昼ぐらいにもいつもインスタライブしてるから、明日もするので、多分みずみんとひろてゆきちゃんも一緒に映る、3人ですると思う。私のアカウントで2時45分くらい、昼のだから見れそうだなって思ったら、ぜひ見に来てください。オルガン坂です。明日は誘ったメイクさんだ。ささったメイクさん、これは何でしょうね。花火か、花火ありがとうございます。皆さんすみません、お待たせしました、発掘しました、申し訳がない。なので明日は早起きだ。楽しみ。
からね、明日はね、オンライン試験してオルガン雑貨さん出て、夜七瀬優奈千織ひな子でインスタライブです。10時半だと思う。昨日展示会何購入したのだって。ああ、そうだ、なんかね、展示オーダーだからまだ持ってはない、届いてはないんだけど、だから届いたらちゃんと、うん、聞いてお写真載せる。なんかいろいろ買ったよ。ワンピース、ワンピース、なんかねファーがついた長袖とか。これから寒くなるからね。多分明日の話から車の中からやります。オッケー、じゃあ楽しみにしとこう。お、車の中だって。ひなかワンピース、そう、私ね、ワンピース今まで絶対って着たことあんまなかったんだけど、大人になってからワンピース結構買いますね。服は何もあっても楽しい。これも明日明日の話会。お、じゃあいろんなとこから配信だね、みんな。どこのアパレル？トリートユアセルフさんです。トリートっていうブランドさん、めっちゃ可愛いよ。もう何も持ってて、何を持ってても、何個持ってても可愛い。お気に入りです。これさ、15分経ったのかな。すっぴんも買いすぎ問題ですね。優しい、こんな色、血色のないこんなの。立ったよ、そうなの、立ったの、立ってたんだ。今からちょっとなんか食べないと、なんかやばそうだから食べる。で、やることやって明日に挑みます。そう、ネイル可愛いよ、ほら。じゃーん、可愛い。ランキング読みます。13位プッチーニさん、ありがとうございます。12位香港の春馬さん、ありがとうございます。11位ゆうくんさん、ありがとうございます。10位ショート、ありがとうございます。9位ショーヤアットマーク、ワンピース、ルフィ、エース、サブファン、ありがとうございます。ワンピース好きの方だ。うん、8位、ルーラ
ロアンさん、ありがとうございます。7位、まぼろしさん、ありがとうございます。6位はささっとメイクさんの佐々木さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。5位、63天神さん、ありがとうございます。4位、ダブルワットマークひなこしさん、ありがとうございます。3位、ニャーカットマークひなこしさん、ありがとうございます。2位、ひらっぴワットマークひなこにめのめのさん、ありがとうございます。そして1位は SL 八号さんでした。 SL 八号さん、ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで見にしてくださってありがとうございます。インスタライブ見てね、明日絶対面白いから。あの4人は明日会える方は明日会いましょうね。明日お話しする方は明日お話ししましょうね。ということで、バイバーイ。ありがとう、来てくれて。話し変えなさんね、だって。話し変えなさん。バイバーイ。